ゃあ私寝るわね。あれ、千鶴さんパジャマは？ないわ、私眠るときは何もつけない主義だから。千鶴さんのボックスじゃん。うわっ！おはよう。これが噂の寝起きの千鶴さんか。うん、千鶴目が覚めるまでは好きにさせておくしかないから。うん、にゃー、うん、苦しい。千鶴、ちょっと話して。みなつと話してるの、ちょっと待ってて。完全にいつもと立場が逆転している。今何時くらい？会いたかったよ。なんかよくわかんないけど、うまくいってんだよな、この二人。